はい、ペットボトルをカットして、いわゆる飛行リングですね、ジャイロ効果でこう安定して結構遠くまで飛ぶという、そういう、まあ、おもちゃみたいなものなんですけど、これ完成品ですね。作り方シンプルで、だいたい6センチから8センチぐらいの、リングを作ります。ペットボトルに切れ目を入れて、だいたい500ミリのペットボトルと2本ぐらい取れる年もありますね。2本ぐらいですね。ペットボトルはこの、丸くてストレートのいい感じで回転します。カッターを入れるときは、手を切らないように気をつけてやってください。材料もシンプルで安価で時間もあまり取らないので非常におすすめの教材です。あとはですね、一方ですね、一端の方に、重りになるものですね、ビニールテープを用意したんですけど、もちろんガムテープでも構わないです。テープを何周か回して、今4周ぐらいもありましたかね、4周か5周ぐらい。ね、まあ、これで、この状態でもうね、かなり重たくなるので、いい感じで飛ぶと思います。ちょっと手の、まあ、滑り止めになるかどうかちょっと分かんないですけど、ちょっとデザイン的に回転してる時にこう回転してるのが見えるというので、模様みたいなもんですけど、こんな風にテープをこっちの向きにですね、付け足してみました。あと投げ方なんですけど、これがですね、こう進行方向ですね、進行方向、こうテープ巻かれてる部分、重たい部分を、進行方向に向けて投げるときにちょっとこうスナップを効かせるんですか、こういう回転、こっちの向きに回転するより、こう投げるときにですね、なんかこう変化球を投げるみたいにして、キュッとこうスナップを効かして、キュッとこう、擦るように投げるっていうんですか、投げるといい感じでまっすぐに飛んでいくと思います。それでこう回転をかけるようにして投げてみます。手を添えて投げるときにこう回転させる感じでですね、ちょっとこう回転しながら、テープで貼った部分が回転しながら進んでいくので、ジャイロ効果で安定するということらしいです。